両側はお米ですね。これはでも前も後ろも誰もいない。あ、いた来た来たもうめちゃくちゃ気持ちいい。ほんとこう頑張って乗るもんですね。ほんとまあ、県道11号に入りました。この道は初めて通るかな、そんな気がしますね。生駒トンネル暗そう。違う、ここは通った、通りましたね。ここそうだ、全然通ったことあるじゃんダメだな。県道11号線から10号線になって結構この道を走ってきたんですけど、そろそろ行くのかな。ハピネス福江の看板はあんまり出てないので合ってるのかちょっと不安ですが、阿東の辺りから萩の方に抜ける道、まあ、萩の方にっていうか日本海の方に抜ける道ですかね。あの辺りってすごいいいですよね。まあ、ここもそれに含まれてるんですけど、田舎道なんだけどこう道が整備してあってすごく走りやすいっていう、すごい綺麗じゃないですかこの道。ガタガタしてることだってあるはずなんですけど、すごい綺麗にしてある。あと3キロ？ん？あと 2.5 キロで着く予定ですけどね。どんな感じの道の駅なのかな。今この辺りずっと走っててコンビニとかスーパーが全然見当たらないので、きっとハピネス福江はすごい。あ、猿、あ、猿だ。あ、猿、あ、あ、猿、あ、あ、今ね山口県の猿問題が結構大変なんですよ。もう完全に猿だったちょっと決定的瞬間が撮れましたいや笑えないですよね。地元の方で猿の被害遭われてる方はもう赤ちゃんとかも傷だらけになってましたよね。かわいそうに。いや自然との共存はね大変ですけど、みんながいい形で生きていけたらいいですよね。あ、ハピネス福江の看板が出てきました。うん、いい名前、かわいい。いやー、実にハピネスな景色ですね。
とても素敵。来てこないかな。あそこだ。あ、結構広い。こっからですね。おお。どこに止めたらいいかな。福江ハピネス福江行ってきました。地元の方が作ってるお野菜がすごいたくさん種類があって、しかもめちゃめちゃ安かったんですよ。ピーマンがねすごいいっぱい入って60円、オクラもいっぱい入って100円で、すごい美味しそうなナスのからし漬けがあったので、それを買って帰りたいと思います。旦那さんがねナスのからし漬けめっちゃ好きなんで、この辺りはハチライダー番外編の大人の社会科見学ツーリングで行ってみたいと思います。今日はねもうちょっと暑くて歩いたりっていうことが考えられないので、このまま帰りたいと思います。道の駅スタンプもあと残すところ一つになりました。なんかねこんなに時間がかかる人はなかなかいないんじゃないかっていうぐらい、ゆっくりツーリング行きながら集めていきました。各都道府県にね道の駅のスタンプラリーの本があると思うので、
皆さんぜひそういうのを買って楽しんでみてください。あーなんか寂しいな。2年前に東京から山口県に引っ越してきて、で道の駅スタンプブックを買って県内の道の駅を回っていたんですけど、だいぶ土地感がつきました。道の駅の名前で覚えてるので、あの辺の道の駅のあたりかみたいな道の駅って新鮮なものがすごい安い値段で売ってるし、伝統工芸品とかもあってすごい楽しいし、何回行っても飽きないですよね。これを買うときはここ、これを買うときはこことか、そういうのがあるんで、そういうのをまた紹介していきたいと思います。このね、気持ちいい道を安全運転で帰りたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。次の動画もお願いします。ハチライダーでした。